ジハルがおばちゃんは無理がある。いちごミルクさんこんにちは。ない、ありえない。そんなこじはるのことおばちゃんって言う人いないもん絶対。そう言うやつなんて嫌味とかで言ってるだけでしょ。ないね、ありえないね。お前がサンギーサムネの人来たね。ハケさん30過ぎると親父だわ。クーモフモフさんパルルの花最近上向いた。072大好き超劇場版激動の悔しんごようさん赤ちゃん。ちょい待っててください。あれ鍵どこあったっけ。あれ鍵どこあった。え、あれなんでいつもこうなくすかな、すぐ車の鍵を。なんで車の鍵がない。なんなんだよもう。なんかね、5回に1回ぐらいこういうこと起きるからね。なんで鍵ねえんだよ。なんかもう不便な、この鍵不便なんだけど。前の鍵だったらさ、こうやってさ、鍵をさ、入れないとさ、鍵をこう、刺さないと、動かなかったから、鍵をなくすってことが基本なかった。鍵刺してそこから取るじゃん。キーレスになるとさ、刺しとくとこないからさ。なんでないんだよ。これ毎回思う、なんか、キーレスになってむしろ不便になってないと思って。刺すとこないんだもん。逆に不便なんだけど。あった、ありました。よしよっしゃ、行くか。ちょっとさ、延長するか。まあいいや、延長するか。枠を切り直そうかなと思ったのよ。もう開始あと7分ぐらいで延長だから。だから今止まってたから枠切り直そうかなと思ったんだけど。お前が平日のこの時間は無料か。あやこうさん棒読み入れとるの。こんにちは、ハゲ不審者。B 社星さん、チェイサー売却以来見てなかったわ。セイロ丸さん、社長、社債のスマホホルダー買えないの。そうだね、どうしよう。いやいや、あ、でも買おうと思ってんだけど。072大好き超劇場版激動の悔しんご様さん、ナイスポチしました、ナイスポチしました、ナイスポチしました。カインさん注意せうってもういつの話。セイロ丸さんよく傾いてるからさ。お前が3半年くらい前かな。あやこうさん買っても一緒だって。なんで三軸ジンバル使わないのか意味がわからん。たけしさんまた腹踊りするなよ。買うか。大豪院ジャオニゴさん、これくらいはまだ許容の揺れ。カインさん
ん、ゲンタ大好き。072大好き超劇場版激動の悔しんご様さん手でフィナーレすんご。インドアイズさん関川さん大好き。セイロマルさん腹踊りするならもっと腹でかくしようず。匿名ふわちくんさんハイキングをプレゼントしました100点。どうも。あやこうさん買っても一緒だって言ってんだろ W なんで50円ケチシンするやつが数千円何度もドブに捨てるんだよわら。ミーシャ星さんスマホホルダーちゃんと調べて買わないとまた失敗するよ。いやだからどっちにしろこの車だと無理なんだよ。お前が3回替え見てるの楽しいからドブ捨て頼む。たけしさん無許可で撮るな。カインさんハイキングナイス。シェインオソング劇場版無限長トロクヤシンゴ編。猫パンチさん何でそんなにお金持ちなの？画面じゃない、あのフロントガラスに貼るやつじゃないと揺れちゃうのよ。ドリコさんシンゴ。でもフロントガラスに貼るやつどこに行ってるかわかんない。イントーアイズサンダーにやってんだその格好はもう。コブラツイストさんデコに貼り付けろ。大強引ジャオニゴさんワープしたな今。シェインオソング親の金で KFC に行ってますシンゴは。たけしさん腹に貼り付けろ。のりこさん女の服なんかな。散らかさないでね。ショー。ちょっと行ってきますね。あ、ちょっと一回枠ってやっぱ問い直していい。あの50円節約するんで。一回枠取り直していいですか。取り直すか。よいしょ。すいませんね。ちょっと遅くなっちゃいました。あのね、やっぱね、ガラスに取り付けるタイプのめっちゃ探したけど、ないのよ。ないからしょうがないから、これ買ってきた。これ2580円、高いですよ。で、これでも結局揺れちゃうと思うんだよね。なんかこのね、この車揺れるのよ。うん、この車、こうやって取り付けてるんだけど、ここんとこがなんか、結構揺れるようにできてんのね、ここが。ここ結構中が結構空洞になってて前の車違ったんだけどで結局こういうここに取り付けるタイプ揺れちゃうのよでガラスにこう取り付けるタイプのなんか前あってそれだと多分揺れないと思うんだけどそのタイプね ないんだよねどこ探してもそのどこ探してもないのよこのガラスタイプが、うん、高え毎回これさちなみに今使ってるやつこれ6000か7000したからねなんか充電できるタイプでスマホをなんかこうやって置くだけで充電できるタイプでもそれをさやろうと思ったらさなんか配信中だとそれ充電するとなんか雑音入んだよなんかその充電の してるなんかこうやり方が悪いんだと思うんだけど結局ダメじゃんみたいなあー取り付けるのめんどくさいこれどうなんだろうこれどうやるんだろうどうやって取り付けるんだろうどうやるんだろどうなんだろう。え？これは何？どうすればいいんですか、これ。ああ、そういうことか。これ新しく買ったやつなんだよね今まで買ったことないやつ
あ、くそ、あんのなにこれ。うわ、これ緑さん状態なんだけど。言葉では言わないけど、見てこれ。言葉では言わないけど。わかる？これ見える？明らかこの中に毛が入ってるっていう。言葉は言わないけど。え？緑さん状態。え、見えるかな？ここに毛が入ってるの。あんまり言葉を大にしたら訴えられる可能性あるから、ガチなのに。こんなことあるんだね、マジで。見えないか。ただちっちゃい毛なんで。見えないか。まあいいや。明らか俺のじゃないよ。だってこの巻きついた中に完全埋もれてるからね。本当に緑さんみたいなことあるんだね。え、見えました？まあ別にいいけどさ。よいしょ。これでどうすればいいんだ。こういうことか。じゃあちょっとこれ取ります。今までやってたやつ取ります。ついちゃって取れないかな。あ、取れるか。どこら辺にやればいいかな。ここら辺かな。ここら辺か。ここら辺につければいいかな。うん、こんなもんかな。こんなもんか。ここら辺だな。ここら辺。これいいか。ここだな。こんなもんかな。こんなもんすよね。
すいませんね、ちょっと画面酔っちゃうと思うけど、まあ、取り付けてるんで。こんなもんか。よっ。うん。よし、これでいっか。こんなもんだな。よっ。よし、うん、あできた。こんなもんでしょう。できました。あ、前のよりか揺れないかもな。でも結局このダッシュボードのとこが揺れちゃうからね、揺れるようなやつだから結局揺れるは揺れるんだろうけど、前のよりかマシかもこれ。前のよりかはマシかもしれないです。あー、特命の方からキャンプファイヤー来たー。オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー、アラブの石油、ウィードゼ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソン・マサヨシ。ありがとうございまーす。やったー。すごいの来た、ありがとうございます。やったた、よいしょ。あー、来たー、大当たり来たー。え、なにこれ、え、どういうこと、ん、なんで6000、あ、あー、そういうことか。あー、大当たりと当たり1個ずつ来たー。びっくりした、どういうこと、なボーナス6000ってどういうことと思って、そっか、5個投げられたうちの当たり1個と大当たりが1個来たからボーナスで6000来たってこと。あー、ちゃまーですかー。ボーナスも超でかいんで、うわー、特命の方5個来たー。また当たり1個ついた。オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー、アラブの石油、青いのゼ、ビルゲイツ、ソフトバンク、ソ、うわ、すげえ、当たりと大当たり出た、やばい。あー、くそ、ジャックポット出たら。まだジャックポット出てないっすか、皆さん。27万とかなのにね。ジャックポット出たら27万、まあでも1000分の1だからね。まだ多分出てないし、わかんないけど。全員っていうか全てが。同じ人が投げてくれてんだけど、え、これ初めて投げてくれた方だよね、多分。あ、あれか、これ前投げてくれた人のサムネが変わったやつかな。こんなような名前の人いたんだよね。え、どうだろう、初めての方か分かんない。なんか前にこのような名前で投げてくれた方がいらっしゃって、でもサムネがこれじゃなかったんだよな。
初めての方かもしれないし、前たまに爆投げしてくれた方かもしれない、どっちか分かんないけど、ありがとうございます。名前見ました、ありがとうございます。うん、1位、あ、本当だ、1位になってる、デイリー1位になってるじゃん。ありがとうございます、マジ。5000ポイントってやばくない？花火10発分すかんね、大当たりですらなかなか出ないからね、100分の1ですよ。しかもキャンプファイヤーのだから超でかい、花火10発分で当たりだけで、でプラス当たりも2つ出たから、花火2発分のが2回だから、ボーナスだけで花火換算14個分か。ジャックポットとか出ちゃったらもう27万ぐらいだけどね、さすがにジャックポットはきつい。これでも相当低い方だもん。ありがとうございます。花火14発分ぐらいの当たり。まあ、でもちろんその分、そのなんていうの、投げ銭はそれ以上抜かれてはいるんだけど、そこのボーナスあるから、ね。うん。ということで、ありがとうございます。いやー、めっちゃでかいっす。ありがとうございます。でかいわ。超でかいんやけど。あれっていうか、これなんか変だな、これなんだろう、ん、ちょっと待って、これどうやって固定するんだこれ、あれ、ここだ。いや、なんかね、ちょっと下向いてんだよね、若干。この固定を上にするにはどうすればいいって、ここか。硬い。あ、硬い。いって、手が痛い。あ、いや、ここか。ここだ。え、やば。折れてない、大丈夫、なんか音鳴ったんだけど、あ、ここでいけるか、あれ、ここ上にできないのこれ、あ、できたか、あ、できる、調整しにくいな、これ、これでいっか、よっ、これで締めちゃえば、あ、これでできたかも、あ、できた、よし、じゃあ行きますか、できました、なんとか固定できました。前よりかは揺れないと思うけど、でも結局ダッシュボードのところがこれね、空洞になってるタイプの車だから、結局揺れはするんだけどね、前よりかはマシだと思う、これで、うん、じゃあちょっとあれに切り替えます、運転モードに。液漏れしたタートルヘッドさん、もう揺れてる。たぬきゼロ号さん、わらわらわら、お前が三元太平号。前よりかはちょっとはマシになったと思うよ。ミント355、高いよ、2500円ぐらいしたよこれ、前のなんか67000だけどね。だいぶマシにはなったと思うんで、まあ、揺れはするんだけど、いや結構揺れてるな。いや結構揺れてないか。狸ゼロ号さん、吐きそう。グンマーさん、どこのイエローハットなん。液漏れしたタートルヘッドさん、酔うから無理じゃーだ。
結局揺れるのかこれ。もうちょいきつく締めたらもうちょいマシになるかな。ちょっと止まっ、どっか止まらないと。イントアイズさんひどくなったぞ。あれおかしいな。あやこうさんバカだな。普通にジンバル変えてるじゃん。ジンバルってそもそも何するもんか知らないんじゃねこのハゲ。コブラツイストさん下手くそ。ゼロ丸さん新品でこれじゃもう諦め。ちょっとこれ揺れるんじゃないですかこれ。マジかよ。タミさんあまり変わらない気がする。タヌキ0号さん無駄金ばっか使っててわろたわら。そうやろ。お前が3ゴミだったあわら。あやこうさんこのハゲバカ人のはなし聞かねえからわら。毎回金使うんだけどこれ。イントーアイズさん先見自動車行こう。大好き超劇場版激動の悔しんご用さん。チェイサーの時は揺れなかったよ。あやこうさんジンバル1万もしねえんだから買えや。なんすかそれ。グンマーさんまともに運転タイトル変える。なんか有名店のラーメンらしいよ。ちょっとタイトル変えるか。なんかグランプリだかなんか受賞したとこらしいですよ。多分ね、どっかの有名なラーメン屋が来てるっぽい。ここに、なんかこう、多分袖じゃ寒い。てかみんな長袖着てるし。美味しい。できたか。で 3.5 そうなの。ドリームの皆様出てたよ。見た？
なんかさ、味玉二つと初めてだったからとか言われた。味玉二つでいいんですか、一つ替え玉じゃないんですかって言われて、いや二つでお願いしますって、まあさっき言ったの、そういう会話があったんです。味玉二つ初めてだとかって言われた。めっちゃ美味しそうなんですけど。めっちゃ美味しそうなんですけど。めっちゃ美味しそうなんですけど。なんかこの油と醤油のスープが分離してるの。スープが上のところに油があって、油が上に浮いてなんかこう分離してるパターン、わかる？この油が上にある感じ。下の方はなんか結構濃い醤油の感じっぽい。麺ちょっと太めっすね。なんか有名なやつらしいよ。なんかグランプリとかで優勝したかなんかしたらしいよ。こんな感じです。スープこんな感じで。おいくら？醤油ラーメン自体が750円で、これトッピングいっぱいしたから、これ自体は1100いくらとかだけど。いただきたいと思います。濃いの好きなんで、かなり醤油味が濃い。うまっ。麺も超うまい。麺も太くてね、歯ごたえあってね、味も超うまいです。チャーシュー2枚入ってます。めっちゃうまいです。
ないですね、押してください。身長ごく高くないです。美味しかった。ちょっと周り人いるからさ、あんまりなんかブツブツ喋んのもあれだから。すいません、ありがとうございます。じゃあまたね、すいません、ありがとうございました。ターミンカーグランプリとか有名なとこっぽいな。ラーメンウォーカーっていうさ、雑誌俺昔買ってたよ。
なんかラーメンの雑誌で、なんかね、割引券とか確かついてて、でなんかスタンプラリーみたいな、ラーメンウォーカースタンプラリーみたいなのがあって雑誌についてくんのよ。でなんか紹介されてるラーメンをなんか全部こう、なんかスタンプラリーみたいなのがあって全部押してもらうと、なんかラーメン一杯タダみたいな、券に変えれるみたいな。これ昔何回か買ったことある、そのスタンプラリーとかやったことないけど。うわ売ってない。ソフトクリーム食べようと思ったのに。うわ売ってないじゃん。本日終了。148なわけないでしょ。162だよ、162。俺ね、身長高そうって俺最初の頃結構言われた。うん、最初の頃結構言われたわ。なんだろう、あの家で配信して顔とあの胴体だけ映してる配信してた時に、身長高そうだねってなんか最初の方めっちゃコメントあったからね。なんか身長高そうに見えるらしいよ、俺胴体だけ映しとくと。うん、なんかね、俺座高は決してそんな低くないんすよ。あのね、短足なんだよね絶対。だから座高はそこまで低くないんだよね。あとなんかちょっとケツが若干でかいから、そこで多分盛られてるのもあると思う。あと頭がちょっとでかいので、だからだと思うんだけど、なんかその足の方が多分短いだけで、実はね、その座高自体はそこまで低くないっていう。僕162なのよ。ひどいじゃないよ、163なんだ。まあでも1センチしか変わんないけどね。よっ、あー食った食った。自分より高い子、まあちっちゃい子の方が可愛いとは思うけど、うん、あー食った。どうしよっか。なんかケンタのさ、ニンニク醤油な食おうと思ったらラーメン食っちゃったから、一個だけ買うか。まあまだ食えるは食える。まあ、結構お腹いっぱいになってきたけどね、正直。スープも飲んだから。まあ、ケンタの1個だけ買うか。もうさすがにね、ラーメン食った後なんで1個しか食えないかも。1個だけ買おうか、せっかくなんで味見。うん。あと飲みも、あの、なんとかスカッシュ美味しいから、あれ飲もう。トロピカルソーダスカッシュみたいなやつ。よし、ケンタ行くか。あやこうさん1個だけとか恥ずかしいな。カインさん、よしえさんの分も買ってあげないと。まあ確かにドライブスルーで1個だけってちょっと恥ずかしいけど、まあ一応飲み物も買うし。関口慎吾さん、お前の飯配信は需要ない。じゃあ次ケンタ行きます。いやでも美味しかったよ。なんかさ、周りに人いるからさ、さすがになんかさ、ボソボソしか喋れんかったけど。コブラツイストさん、バーさんと iPhone の分も買えよ。味がすっごいね、醤油で、味めっちゃ濃いめなのよ。あやこうさんのミモン買ったらモスのクラフトコーラどうすんだ。上のところになんかこう油な感じがあって。カインさん、ケンタ場所わかるの？多分戻る感じ。星優秀、星さん雨降りそう。味がかなり濃い醤油。顔でかいのは罰ゲームですか？俺味濃いの好きだから結構、俺は結構美味しいと思う。お前が3タイトル変えていけばよかった。で卵がなんかすっげーちゃんとなんか味ついてて、めちゃめちゃうまいような味付けがしてて、すごい美味しかったね。卵あとね、メンマも超美味しかった。メンマも超美味しかった。メンマもなんか歯ごたえがなんかすごいあって、でそれですっごい美味しいメンマの味したんですよ。でチャンシューは正直そこまで美味しいとは思わなかったけど、うん、メンマと味付け卵めちゃめちゃ美味しかった。有名ラーメンって名前何なんてとこだっけ。
青野ってとこ、あの青ってあの 青っていうあの色の青ですよ、青色の青にあの野原の野で青野っていうとこらしいよ、麺屋青野。コブラツイストさん青野ね。なんかグランプリみたいなんだから東京オーカーだからなんかわかんないけど乗ってたりとか、俺は知らなかったけど多分有名なとこなんじゃないの、知らない。危ないわ、今突っ込んでくるかと思って、今あの車一回バックしたよね今ね。今一回後ろバックしたよね、一回ね。あ、ちょっと待って、一瞬配信止まっちゃうかも。ちょっとクーポン番号見てくる。OK、264ね。クーポン番号264で、トロピカルソーダの20円引きになるから。264、264、264。あのクーポン番号の264で、はい、はい、これのあの何でしたっけ、トロピカルなんとかですね。そうですね、炭酸なし炭酸ありとは、あとトロピカルのやつは選べます。炭酸ありのやつで、炭酸ありの方で、はい、はい、とあとニンニク醤油チキンの1ピース、はい、はい、以上で、あ、はい。なんか、量的にさ少ないからこんだけ頼むの超恥ずかしいな。でもこれが恥ずかしいぐらいだったらさ、オリジナルチキンのさ無料のだけさ頼むやつってどんだけ恥ずかしいんだろうな。これの日じゃないよな。無料だけ多分もらえるっぽいよ。ケンタ今日なんかめっちゃ来すぎだよね。ケンタ来すぎだろ最近。俺ケンタッキーこんな連続で食ったの俺初めてだと思う。そもそもケンタッキーなのって俺ほとんど来たことないから。松潤がケンタッキーの CM してたの。一本買いするといい部位は出てこない。え、そうなの？マジで？
また不正してもらってんですか。言ったから無料で不正してもらってねえから。あ、慎吾くんこんにちは。ポチッとあります。有料のもどうもこんにちは。あ、順番来たんじゃない。はい、こんにちは。日本店264番のお客と任務醤油チキンがお一つでよろしいですか。はい、会計520円でございます。ポンタカードとアプリの対象はい、ポンタカードを、あ、ポンタ持ってないです。カードで持ってたわ。皆さん右下のやつ押してない方は押してってくださいね。一応ね、右下のやつ押してない方は押してってください。70ナイスか。今少ねえ本当にナイス少ねえ。こっちどうも。押してくんないんだもんね、みんな。なんか来場者の割に押されなすぎるからもう嫌なんだよ。やってらんないよ、こんなの、本当に。全然押してくんないんだもん、みんな。毎日内緒してます、どうも。押した、どうも。ほとんど押してないよね。他の人とかさ、もっと、来場者に対してめっちゃ押されてるもん。マジで押されない、俺。あ、匿名の方です。キャンプ1位頑張ってありがとうございます。ほんと押されないからね。あ、どうも。ありがとうございます。ありがとうございます。よっ、コブラツイストさんがどうも。ミニモー、ミニモーさん、こんなに面白いのに押されないのは不思議だな。宇佐美さんくんが輝いてた時はいつかっていうことを考えてその企画をすると押されると思うよ。シェインオソング月見バーガー買ったの。まさしさん勃起して3センチ。